こんにちは、ケピーです。今日のテーマはこちら、はい、ハーレーの、ファットボーイですね。こちらの方をオールペイントさせていただきました。バチバチカスタムペイントです。フェンダータンクと付随してヘルメットも同じテイストで、あとはですね、まあ後で多分映ると思うんですけど、鍵、オーダーさんからの依頼は緑色と紫をちょっと入れてほしいっていうのと、ハーレーとかのこの文字をオールドイングリッシュで書いてほしいとのことでご依頼いただきましたので、一応そちらの方でやらせていただきました。まあ説明不要で、今回はレクチャーとか説明なしの、まあ作業動画のみになるんですけども、まあ、お時間ある方どうぞ最後まで見ていってくださいということで、早速行ってみよう。
taken by the words that you say. The voice that carries them has kept me astray. Too soon to act on it, can we ever be? That all depends on what you're feeling from me. Show you all the way. Let me show you all the way.
ということで、いかがだったでしょうか。なかなか大変でしたね。そうで、デザインがなかなかこう決まらなくて、結構ね、行き当たりばったりでライン引いてて、で、なおかつ塗りながら、やっぱここはこうしよう、ってことはこっちもこうしないとっていうのがあって、かなりね、時間がかかっちゃったんですけど、まあ、個人的にはいい感じにできたかなと思っております。ここですね、この感じ。あのヘルメットはちょっとテイスト違うんですけど、まあ同じ色合いで。で、とりあえずここをですね、統一感持たせて今回はデザインしました。で、横は割とシンプルめで流れるようなラインで。皆さんどうですか？なんかもっとグニャグニャしたラインが好きとか、左右非対称とか、そういうのがね、不規則なラインが好きな方もいると思うんですけど、僕はこういうラインが好きで、これでやらせてもらってます。クリアもね、5回ぐらい塗り重ねてるのかな？このフラットにするためとか、次の工程をするために一旦こうクリアを挟んでとか、そういうのがあって、まあだいぶね、動画は端折ってるんですけど、そのおかげで結構フラットで、だいぶいい感じになったかなと思ってます。あ、そう、途中でね、実はタンク一回変わってるんですよ。フレーク塗り直したんですよ。っていうのも、オーナーさんが、外装一式新しく用意されたんですけど、どうもね、なんかヤフオクでちょっと話が違うってなったらしいんですけど、それがキャブレターよ。で、オーナーさんのバイクはインジェクションってことで、なんかタンクのね、構造とかカプラーが違うってことで、実は途中でね、タンク塗り直してるんですよ。はい、最初のタンクと、あのフレーク入れた時かなのタンクと、今塗ってるタンクって実はちょっと違って、はい、そんなことがありました。結構焦りました、僕も。まあ、そんなことをね、ちょくちょくありますよ。はい、まあということで、今回はハーレーのファットボーイのカスタムペイントでした。どうもご視聴ありがとうございました。ヒョピーでした。バイバイ。今から納品行ってきます。